ジョブロック、やばいぞ、撤収、家の中入ろう、うん、やばい、よかったな、やつ破りすぎん、うん、これ、上見える、レベルちゃうぐらい雨って、レベルちゃうな、そんなんじゃもうこれ火つけへんわ、メタルマッチでなんぼやってもすぐ雨で消えるから、とりあえず最低やけど、これやまんかったら俺ら今日寝られへんで、やばいな、うん、びしょびしょ、ほんまにやばいで、これびしょびしょ地面もこれせっかく笹の葉が引いたのに、ふわやったのに、どうするって言っても待つしかないよな、うん、冬じゃないからまだやな、うん、だけどずっと打たれてたら体温低下するかもしれないし、うんうん、外出られんな、中からササとかかぶせて気持ちカモフラージュ、でもそれでも寝れるか言われたらこの中でさすがにな、いやな、ちょっと考えよう、なあ、ちょっとちょっと見てみて、考えたところでやけどなやばいな、やばいな、これ自然の脅威なあ、山の天気が変わりやすいっていう、これいつまで降るんかな、電波もないからな、天気予報も見られるしな、待つしかない、うん、とりあえず切り札出すか、それでしのげる、じゃじゃん、おお今回も持ってきました、人造と言ったらウイスキー、森、ジャングル、山、でもウイスキー、よお、明日までずっと降り続けてたら明日でなれへん、夜の雨と、そして幸運を願って、やめ、乾杯、バイ、雨ためて水割りしよう、万能やなこれ、だってウイスキーも出てくるし、ちょっと俺当たらんようなってきた気すんで、気持ちいい、ウイスキー飲んだから やみかけてんねや、あったまるな、あったまる、体の芯から、でもロシアの人とかこうやって身を守るためにお酒飲んで体、だからスピリタスとか、それで雪山とかで体温めたりするらしい、理にかなってるっちゃ理にかなってんねんけど、食堂めっちゃ暑いもん今、体がこうポカポカ、うわマジポカポカしてきた、めっちゃ寒かったからさ、ほんまの切り札やなこれ、うん、このために持ってきてん、早んでくれ、マジ寝られへんから、こんなびしょびしょやったらどうしようやな、雨さえやんだらちょっと多少濡れててもさ、うん、気温はそんなにめちゃめちゃ低いってわけじゃないから、もうこれでちょっとほろ酔いになって、あ眠いってなって、もう雨さえやんだらもうパターン、これで作戦でいこう、うん、いけそうやなこれ、いけそうやな、楽しくなってきたな、うん、これがあるとないとで全然ちゃうな、うん、さすがっすね、さすがやな、まさか初日で雨降ると思わんかった、俺もっと防げるんや戻った、いや雨の量がいかつかった、今ぐらいの強さやった多少、うん、これでもだいぶ沸騰で、うん、だけど 3,4 箇所雨漏りしてるぐらい、まあ、ぐるーっと回しとんねんけど何も映らん、まあ、これがリアルです、カメラ撮るときは照明あるけどさ、照明切ったらこれやもんな、あーってどうなるんか俺らは、最悪降り続けて山やからさ、無人とっちゃうからさ、うん、やばなったら、うん、歩いて降りていったらいいやん、あほかめちゃくちゃ遠いわただすぐにコンビニに駆け込む、その時はでホットレモンの何がいい、ラーメンすすりたい、あーいいな、ちょっとマジこのままずっと喋ったことがうん、ちょっと寒い、ちょっとだけな、芯は温まってるけど表皮が寒い感じがする、冷たい感じがする、ちょっと俺寝れそう、このままパターンってやって、冬のアメリカ大陸横断の最後の方の雪の方でも野宿してたから比べたら全然マシ、ラジオみたいになってんだよこれ、見てる人いや俺も言おうと思ったポケつけようか、照明つける、うん、ライトつけるのもったいないなって、うん、バッテリーが、俺らの撮影ってさ比較できひんやん、じゃあ山行くって決めて持ち物だけ決めて、はい行きました、ぶっつけ本番やからさ、ほんまは企画決めたら2本も3本も4本も5本もいっぱい撮りたいやん、ゲストとか呼んでキャンプとかやったらいっぱいできんじゃん、ええけどぶっつけ本番やと何が撮れるかわからんからさ、虫はいっぱいおるけどこの間虫食うたしみたいな、身体的な過酷さえでもやっぱあるな、じゃあお前この状況でほんまによう寝れるな、俺も一回寝ようと思ったけど寝られんわ、今3時とか、今日まだまだ
12時過ぎたところ、どうしよう、これやばいで、マジで。あ、まあ雨はだいぶ止んできたけど、噛まれんね。蚊噛まれた。うん、これ噛まれた。見てこれ、ボコボコやねん。うわっ、うわ、めっちゃ噛まれてる。大丈夫？俺ゼロやねんけど、どうしたらいい？めっちゃいいないんじゃん。立ち話してくれよ。俺もちょっと寝られんねんけど。噛みまくって、乾杯しよう。噛みまくったけど。吸ったり病んだりの今日の晩に乾杯。乾杯。金輪際起こすんを一回やめてな。まあ言うとたやんか、アマゾンで死にかけた時に俺もサイドもすごく思ったことは、もっと家族のこととか友達のこととか本当に大事なこと、その人たちのためにやってたかとか、本当に好きな人たちと一緒に遊んでたりとか、自分は本当に好きなことやってたかっていうのをすっごく思って、てんや、確かにその時は好きなことをしてる真っ最中やってんけど、それをやった上で大事な人のことを思ってたのかなとかすごく思ってんけど、それこそさ、俺最近さめっちゃ思ったことがあって、有名になりたいとかさ、金持ちになりたいとかさ、誰かより結果出したいとかさ、誰かよりかっこよくなりたいとか、いっぱいそういう価値観って世の中にはあると思うし、ほとんどの人たちが多分そうやって思ってると思うね。いい仕事に就きたいとかさ、俺最近すごく幸せでさ、 YouTube やっててもそうやけどさ、本当に人にも恵まれてて、そういう人らとまた飲みにも行けて、時に一緒に仕事もできたりとかしてさ、幸せっていう価値観って多分幸せっていうことに気づくっていう余裕を持ってることやと思うし、今日こうやって山に来てすごく苦しんでるってことも逆に幸せやなって思ってたりとか、うん、それは思うな。ほんまに大好きな仲間と一緒にさ、こういうことやってるってさ、そういうこと感じれる余裕ってさ、忙しい時とか切羽詰まってる時ってないねや、うん、些細なことに幸せやと気づけるってことが幸せなんやと思う。ほんまあるはずやねん、みんなの中で。まあ一発寝ますか、やな。なんか酔ったから、酔ったな。今一旦ちょっと雨止んでるし寝れるかな。あ、いけんじゃん。オッケー。寒い、寒いな。腹減ってるやん。グー言うた。聞こえた。いつまで続くやろな。耐えよう、耐えるしかないけどさ。明日起きてヤバかったら下山しよう。お互いどっちかかな。笑えてくるよな、ほんまに。頑張って作ったけど、もうちょい頑張って。逆にリアルでいいんじゃんかな。寝れるこの状況。でも寝れると思う。どうなるか分からない、うん、3時間で起きるこっち。まあ、いつも寝るしかないもんな、これ。1、2時間でも寝れたら。雪山じゃないから大丈夫。なじゃあ、寝る登録で100万人以上超えてんだよ。えんちゃん、うん、楽しいからさ、寝よっか。寝るかも、うん、なんかカサカサ言うとこ。あ、ずるい、そういうの言うと敏感やおやすみ。よう、朝朝よう、お前寝れんな、それ昨日、めっちゃ寒かったな、でも、うん、くっそ寒かった、俺めちゃくちゃ起きたもん。本当に君やってるやん、うん、うん、寒すぎてよ、いい感じやで、これ。うわー、晴れてるうわ、めっちゃ好きや、晴れてる、最高やな。え、寝れた全然。お休み言うてからすぐ寝れたけど、多分疲れとったから。わっざ
めっちゃええでこれ。いい。めっちゃ高い。うん。結構前から買い取ったけど全然気づけんもん。とりあえず。生き延びたな。生き延びたな。どうしようかな、僕は。うん。カートが大丈夫だって。俺もボコボコやって。でこれ。やば。全然やねんけど。なんでな。家も壊れんでよかった。うん。でな。このザザブリで。家見る？感じのほら。いいね。ああ生きててよかったー。ああ。どうしよう。じゃあチャンスに喉乾いたら缶も洗いたいし。なあ。騒いで行こうか。水場行くか。これすごい。木漏れ日で煙が綺麗。うわ、ほんま自然のスポットライトや。ちょっと当たってみて。行ったらなくなったわ。今日一日は一生食べて、次回飯編へレディゴー。行け、手で手で。雨降った後やから滑りやすい。